モニコルでーす。散策してたらね、見つけちゃいました。ここです。ここね、草切ったらね、階段あったわ。多分ここから行くんでしょうね。 GO! 強いよな。あ、でもちゃんとペガサスの靴ないと入れないようになってるわ。来たー、右側だー。右側、東側だー。これでやっと進めそうですね。こっち側なんかあんのかな。すごい。なんか強いモンスターばっかりいる。おいって、お前なんだこれ。ただの箱。ちょっとこの辺うろうろしてみるか。橋の下。あ、ここね。ちょっと今は何もできないかな。あ、爆弾？あ、ねえや。また今度来ます。ここかな。動物村だって。動物の森じゃないよ。こんにちは。え、なに、お酒違う。こんな日にはあれだよな。あれやべえものの匂いしかしねえ。サウサーっつってんの。あいつどいつ。ちょっと砂漠がね、次のダンジョンらしいので向かいましょうか。なんだこいつ。シュールドナピッチ。入れの人形像。へぇ。はははあ、すごい。なんか知らんけど見下された。あら、ちょっと何してるの、おばさん。おじさんっての、もうおじさんだよ俺は。なんだこいつ、ヌードモデルみたいな。エッチなことしたんでしょう、どうせ。あ、へえ、そうなんだ。放送禁止用語。なんだよ。あそこなんなんだろうな。攻略できてないんだよな、まだ。あら、かわいい。クリスティーヌ。うん、知らないです。お花、ハイビスカスが好き。はい。なんで遠回しにこいつ頼み事してんだ。もうなんかまた変な部屋だよ。もうここの住民個性強くねえか。今度なんだよ。なんかいるの。え、見えねえ。まあいいや、今は話しかけられないってことだな。なんか個性強え村に来たなあ、ここ。お、でけえ。でけえ。クマだな。あ、蜂の巣ですよ。あ、クマ好きそう。いいよ。パイナップルね。お、情報くれた。セイウチ。ほんほんほん。マリンちゃん。そいつの歌を聞かないと起きないのか。扱いにくいやつだなあ。あ、ワープできる。ありがてえ。解禁しておきましょうか。一回ちょっとその声優中見に行ってからにするか。あ、おりんご。これはなんか違うの。あ、回復量多いんだ。いた、お前か。お、
おう。おう、おう。何がおうおうじゃ、お前。したら、あの子を連れてくるか。マリンちゃんだっけ。なんか、ここ、刺激になる。あ、爆弾がねえだ。また今度来ます。おお、こんなところに。全然気づかなかった。よーし。ハートのかけらをゲットしたところで。あれ絶対吸い込まれたらやばいやつだな。なんか現実でもそうだけどさ、基本的に砂漠って危険なんだよ結構。どのゲームもね。死ぬ要素が多そうですね。マリンちゃーん。いねえが。知らない？マリンちゃん知らん。どうしたんだろうね。俺が知りてえよ。どこ行った？マリンちゃんの家どこだっけ？ここ、ここ自分の家？あ、違う、ここマリンちゃんの家だ。これ誰もいねえじゃん。あ、なんか手紙あった今。どれどれ？浜辺に行ってます。ほう。何かな？いた。書いてあったしな。お、なんかいきなりめちゃくちゃ映像良くなったぞ。島だもんね。ほうほう。聞いてますよ。あの、ちょっと喋れないよ、このポリゴン。ルサとか、どこなんだろうね。ここは、どの世界なのかわからん。そうそう、お前、そうだ。お前の声聞かないと起きない。掲げるな。チャンス？何の？何のチャンス？あ、降りた。よし、じゃあ行くか。このまま家持ち帰ろうぜ。あ、でも俺言えないんだったわ。え、これ飛べんの？ついてこい、マリンちゃん。おっ。衝撃の跳躍力あったよ、今。その力くれよ。おい、どこ行こうとしたんだっけ？ああ、そう、ここだ。びっくりした今。ナイスの飛距離。走り幅跳びのチャンピオンじゃん。ん？何？なんだお前そのとこから。あ、分かった。ちょ寄り道だって寄り道。いいじゃん、ちょっとぐらい。あ、こっちは何？あ、じゃあ北側に行くけどマップが解禁されない。あ、ごめん。あ、こいつ障害物、こいつ当たり判定がある。おお、ちょっとずつ押していく。ほら、オタク連れてきたぞ。お前、女の子の声じゃないと起きれねえとかよ。幸せだな。何興奮してんだよ。きめえな。お、そういく。そういくんだ。光らなかったのかな、あいつ。結構悪魔の笑い声と笑い方したの、今。いつものあれ？え、ちょっと待って。いつものあれが気になるわ。いきます。そういうことですか。
なるほど。この子の歌は動物みんな好き、動物っていうかみんな好きなのね。なるほどね。じゃあクソデブがいなくなったところで砂漠に向かいますか。神殿は上の方かな。ヤーナ砂漠。おい、なんかマリオにいたやつだよあいつ。すぐ死んだ。なんだろう、今のところ迷う様子みたいなのはないけどね。あるな、ここ。ここはいけないんでしょ、多分。あ、スタート地点に戻るやつですか。ここ多分一歩踏み入れたら終わりかな。それともちょっと抵抗できる？ん？邪魔ゲージ、目障りゲージ。すいません。なんかでかいモンスターがいるっぽいですね。ゲジゲジっぽいな。なんかアリ地獄みたいなの出てくるのかな、もしかしたら。君は？ほう。そうか、目覚めたら魔物が消えるんだこれ。キモイが出てきた。あ、でもなんか後ろが可愛い。戦わなきゃダメっすかねこれ。硬いね。頭弱点かな。勝てるのかなこいつ。そもそも戦っていいのかな。お、そうか、硬いね。あ、ここはまずいと。お、なるほどな。爆弾ねんだよ今、ごめんな。こいつは無視でいっか。邪魔ゲージっつってたけど、爆弾欲しいなあ。ここに繋がってんのね、なるほど。うわっ、こっちはなんだっけ、これサンボだっけ。マリオにいたよなこの黄色いやつ。怪しい。あら、貝殻だね。とりあえずあのゲジゲジ倒すか。ゲジゲジ？ムカデかな？ゲジゲジ言ってるけどね。倒しましょう。真ん中に行かないようにするんだな。よし。あー、ダメージ受けた。そう。いいぞ。攻撃力上がってるからな。お、倒した。なんだこれ。おお、取らせろ取らせろ。ん？アングラーの鍵。ああ、なんか言ってたな。次ここか。そしたら爆弾がねー。爆弾こいつらくんねえかな。爆弾くれよ。くれねえのか。くそー、これじゃ壊せないもんな。ちょっと爆弾調達してきます。お、なんだ、俺は爆弾を取りに来ただけだぜ。滝を登りゆく魚。
あ、上行かないの？あの爆弾で道開通するかと思ったら、そっか、アングラーの鍵は全然違う場所で使うのか。怪しい。めちゃくちゃ怪しい。さあ、その怪しい滝のところに来ました。ここかー、同じ形してるわ。全部遠い場所だな。開け。おー、いいねー。目がやべえぞ。え、どうやっていくのあれ。階段使っていくのかな。あそこから出てくるんだよね、きっと。あ、この右のところかな。で、お、ここっぽいな。いや、あ、これは、あ、これ爆弾で壊すんだっけ。忘れちまったな。爆弾をくれ。あ、高い。はい、爆弾は買ったんですけども、こっちやってなかったね。先にこっちやります。こっちは何かな。じゃん、ん、お、なんだこれは。あ、落ちるだろう。うわ、あ、ハートのかけらがありますね。なんで復活してんだよお前。おお、出た出た出た。よし。ああ、分からん。これは分からんな。まだクリアできないと思う。対空とかできないもんね、まだ。うわーって受ければいいんだけど、なんか明らかに攻略不可能な足場が多いんだよね。足場？明らかに攻略不可能なこう穴が結構あるから、そこをなんとか攻略していきたいんですけどね。次はこっちか。何やんだろう。うるせえ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 。よいしょ。お、かけらやん。そんだけ。そっか。うん、そしたらさっきのあそこ向かうか。爆弾でどうにかなるかわかんないけどね。滝の近くの洞窟、ちょっとそっちに向かいましょう。おや、何も起きない。どうしよう。どこから行くんだ？こっちじゃないな、そしたら。ちょっと怪しいな、ここだよね。ここに爆弾吐かせるか。
前邪魔くせえ。お、どうよ。あ、なんか起きた今。わかんねえぞ。あ、まさか。あ、なんか出てきた。今2箇所入れたよな。もう1箇所ないか。ないな。これでさ、なんか動いたりしてない？石。違うかな？小6の下にさ、あってさ。あー、してないか。なんだ？あと投げれるアイテムないぞ。謎ですね。ちょっとこれ次回にしようかな。ちょっとまたこれしばらく散策してみます。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。